久保さん今回ねあのえっ、ー、と元元、えー、あの元大王製紙、はい、ティッシュですねエリエールとかのでそのえっ、ー、と井川元高さんですね106億円を会社の金をねギャンブルに使い込んで溶かしたっていうね あのかなり昔話題になって今ちょっとねまたまた出てきてるんですけども僕はねあのすごい面白い話を聞いてねこれね「えー、の外録チャンネルあなたの人生を教えてください」っていうもうちょっとでねこの外録チャンネルがあの100万人いくんですけどこれね9月17日にこうインタビューしててで最後の方に井川さんがすごい言っててインタビューする人は最後の方を結局そのカジノで一番最高最高どれぐらい儲けたことあるんですかみたいな。 で、その井川さんが、あの、そうだね、24億、みたいな。なんか1時間で24億までいったらしいんですよ。<laughs> なんかもう全部やったことが全部当たったらしくて、なんか全部、しかもその倍率が高いやつほぼほぼ当たって、1時間で24億ぐらいまで一気にいったらしいんですよ。しかもなんかそれが、なんかその、なんか使い込んで150万しかなくなっちゃったらしいんですよね。 で150万が24億みたいいなすごってよくわかんない世界なんですけど <laughs> で。で結果的に、まあ、その24億はまた溶かすわけなんだけどもその井川さんが言ってたのが面白いなと思うのがななインタビューの人だったかななんでそんな24億までいけるんですかみたいな。で井川さんが要はあのー。 単純にそのなんだあのー、1000万まで行ってまあこれで車買おうと思う人は24億いかないしうじゃあ2000万であじゃあこれで家買おうと思ってやめる人は24億いかないしまあ要は結局そのこれでやめとこうこれぐらいでやめとこうという人は24億絶対いかないと。で要はリミッターをばあ,のある人は絶対もう24億いくわけがないと。俺リミッターないから行くと。 だけどその分、まあそれも溶かしたりもするんだけども、24億いきたいんだったら、リミッター切るしかないみたいなねな。まあそんな感じで言ってたんですよ。確かになと。もうなんかみんなに言われたらしいんですよ。ね、もう、あの、もうこれもう24億も買ってるんでもさ、もさすがにやめましょうよと。でもね、ここで面白いのが、一般的に150万が1時間で24億になってるんだったら、それやめた方がいいと思うじゃないですか。でも、そこで結局井川さんが、 いやいや、まだ、その、日本帰るまで時間あるからやるぞ、みたいな。で、やりまくるんですけど <laughs>。だから、要は、そこで止めるような人は24億いかんと。あ、確かにな、と。だから、その、面白かったですね、その話が。いやさん、もう、もう、1時間で24億ですよ、と。150万が24億になってるんです。もう、さすがにこれは止めといた方がいいんじゃないですか。いや、バカ野郎。まだ、あの、時間だからやるぞ、つって <laughs>。 だからそこで止めるそこであそうだなもう1時間で24億ももらってるからいいかっていう人は多分24億いかんとだかこれねめちゃめちゃ僕ねすごくあの的を得てて面白いなと思いましたね確かになっていうだから久保さんも借金借金まあ、久保さんは逆の借金ですけどあのもしその借金があるからもうこれ以上借金したらあーって言ったら多分もう何もできなかったでしょうね あこれ以上借金あるからもう,こあもう,こもうダメだと。もうこれ以上借金したらダメだ。みたいなリミッターがあったら多分い今の人生もしかしたらないかもしれないですね。久保さんは多分逆ですよね、これね。いってらっしゃい。